はい、こんにちは、あやです。さりです。今回の女子トークのテーマは、はい、カスタムについてということで、うん、カスタムについてって言っても、まあ、私は語れることは何もないので、まあ、まず純正から始まるじゃん、車って。そうだね、純正。純正とカスタム、うん、そのカスタムって呼ばれるのはどの辺からカスタムと呼ばれ始めるのか。度合いもあるじゃん、カスタムはさ。エアロ、うん、エアロとかやっぱ足回り、うんうん、それとかエンジン類、エンジンパーツ類とか、ああいうのを買い出してくるとカスタムになるんじゃない？ステッカー貼るとか、そのモールを貼るとか、うんうん、ああいうのはまだ、ほぼ純正の、あ、ほぼ純正の部類に入るんじゃないかな。そうか、うん、難しいなその辺、ま、ステッカーとか貼るのはほぼ純正ぐらいか。他のエアロとか、ま、大きい感じの取り付けてたり、ね、お金がかかるとか、やっぱそうか。でもどうなんだろう、その純正のオプションに関しては、うん、そうそうそう、私はそれも純正だと思ってる。純正オプションだからね。え、じゃああれはあのさ、純正っていうか、その行ってディーラーさんとかで新車見てたりするときに、うんうんうん、これもどうぞってもう一枚冊子みたいの渡されてさ、見るとそこにもエアロがあったりするじゃん。あ、例えば本田さんだったら無限とかってこと？そう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 、うん、そしたらそれはカスタムになるの？それともそれは純正のものをつけてるから純正なの？カスタムなのかな、あれはメーカーさんだから。あ、じゃあさ、ラブフォーとかライズとかも、うん、あのモデリスタさんとかさ、うんうんうん、TRD、うん、TRD さんね、さんとかもあるじゃん、うんうん、ああいうのつけてるのは、あれもカスタムなんじゃない？エアローパーツだから。純正パーツ的な感じだとしてもつけてればカスタムに入るのかなって感じだね。だってあれももともとオプションとして、まあ、うん、つけて、まあ、額も額だし、まあ、普通にするよね、しっかりと、うん、カスタムになるのかな。でもやっぱフルムゲとか、そのフルモデリスタとか、うん、そういう感じの言い方を私はしよるかな。ああ、そうなんだ、うん、なんか純正とは別で、そのもうメーカーの名前で言うみたいな。ああなんかこう難しいな、それまでから難しいよな、うん、その辺も。あやさんは、うん、そのちょっとさりげない純正風のいじり方、うん、純正とがっつりカスタム感、どっちが好き？とね、それは車による気がして、うん、あ、そうか、うん、私 TT も好きだけど、うん、まあ普通にコペンも好きじゃん、うん、そうするとコペンだったらもう超がっつりいじりたいんだけど、うん、TT とかだったらさりげなく足回りだけ、うん、車高ちょっと落としてホイール自分の好きなのに変えてとか、ほんとなんかこう普通に見たら純正っぽいんだけど、うん、ちょっといじってるかなみたいないじり方をしたくなるの。あ、なるほどね。もう足回りいじってればもうカスタムかって言われるかもしれないけど、うん、パッと見はそう分かんないような感じにしたい車と、もうがっつりやりたい車とあるかなって思う。じゃあ結局カスタムはしたいけど、うん、どことも何かをしたいけ ど、 ど、うん、けどそのカスタムの度合いが違うってことか。そう、ね、だからそうすると、うん、ちょいカスタムになるのか、うん、それはほぼ純正になるのか、うん、もうがっつりもうカスタムなのか、うん、難しいよな。確かに車によってさ、もう最初からもう完成されてる車っていうのがあるから、うん、やっぱそうなると自分でこういじると下手に、うん、ね、なんかバランス崩れてきちゃったりとかするのもある。そうなりそうな感じもあるからな。難しい。それはあるかもしれない。カスタムってさ、うん、みんなどっからいじり出すの？あ、うんうん、それも多分結構人それぞれのこだわりがあるのか、ね、順番があるのか、うん、私全くしたことないからさ、うん、わかんないんだけど、のりちゃんはどっからまずやった？何最初にやった？いじるって。私はホイールとタイヤ。あ、そうなんだ。からやった。まあでもアイラインはつけたよ最初に。それはなんでホイールとタイヤをまず最初にやったの？純正車高がすごい変に思うの自分的にね。うん、あのそのタイヤハウスの隙間が気になる、まあ、あるよね結構ね。こうその面具合もすごい気になるから、うん、もう辛いちで、うん、その時はお金がなかったからダウンサス入れたんやけどね、うん、でもまあでも一応車高も落としたらめちゃめちゃ走りやすくなったんだよね。そうなんだ。うん、そのやっぱ重心の問題かなもあるし、タイヤもあるかも。タイヤは結構でかい
そうなの、走りに関してタイヤってやっぱりいろいろあるってこと、うん、やっぱ乗り比べると分かる。一番最初がエコタイヤだったんだよ。エコタイヤ、エコタイヤだった。ブリヂストンのレクストリーを履いとったんだよね多分、うん、納車したての時に、うん、で次にあのポテンザを入れたんだよ。なんかそのデザインっていうかあれが好きだったって言ってたやつ。そうスポーツタイヤで一応、うん、で入れたんやけど、ほんまにちゃうかった。そうなんだ、そんなに違うもんだ。タイヤってほんまにこんなに変わるんやって、みんなよくでも聞くんだけど、まあ、ほんまにここまで変わると思わなくて、うん、なんか実感できるカスタムってすごい嬉しかったな。ああそうか、まあそうだよね、うんうん、その足回りを例えばさ、うん、その面の感じとか落とし具合とかをさ、その今の状態でぴったりいい感じに仕上げちゃうと、後のパーツをもし何かつけた時にバランスとかって悪くなってきたりしないの？それも後々調整していくよね。あ、じゃあもうそれで絶対最後まで決定じゃなくて、足回りとかもやっぱ少しずつ変えていくんだ。でホイールもみんなだってずっと同じの履く人もまあおるけど、もちろん純正ずっと履く人もおるけど、うん、結構そのコロコロ変える、うん、人もおるから、なんか何セットも持っとるみたいな。そのだってあれってさ結構大きいじゃん。大きい。やっぱみんなする人はすると思う。多分視聴者さんの中にもいらっしゃると思う。そうなんだ。やっぱサーキット用とか。あ、まあね。そのタイヤも変えて組み替えなあかんってさ、やっぱあると思うよ。お金もかかるけど、うん、何より場所がすごく大変そう。だね。やっぱり大きいお家に住んどんだよ。それか、もう貸しコンテナ。そう、もうそれが必要かなとも思う、うん、ね。まあそこは人それぞれだと思うけど、ね、みんなどういう風にするんだろう。こうそれをさ、うん、今使ってんのを処分して新しくやっぱ買う人もいるのかな、うん、いると思う。そうだよね、うん、それはまあ仕様変更だよな。なるほどね、なるほど、うん、すごいな。私もエアロつけてから、うん、特に車高が気になったけん、うん、ダウンサスやめて車高調入れて一番下まで下げて、うんうん、っていうフェンダーもさ一番下まですると、うん、加工線と入らんのだよ、うん、タイヤが当たってしまって。あ、そうなの、うん、でフェンダー切ったりとか。自分でやんの？自分でやろうと頑張ったけど、うん、フェンダーめっちゃ硬かった。やばいよマジで。何で切ろうとしたのそれって？私はなんていうの、電動じゃなくて、あ、こういうノコみたいなやつ。そうで切ろうとした。多分あの自分でする人はあの電動のやつ買うと思う。それでブリーとなってなったけんショップ持って。なるほどね。ショップの人も苦戦しとった、めちゃめちゃ。あ、そうなんだ。 その硬さとかってさ、車種によってカスタムしやすいしづらいってあったりするのかな。絶対ある。だってそうなの。そう、足の種類がまず違うんやって、うん、あのなんかウィッシュボーン、ダブルウィッシュボーンとかいうやつだったら、もし車高が下げとっても、うん、こうだん、なんだろうな、バネがこういくけん、うんうん、当たらんのやって。なるほどね。だけどあの CRG みたいな足だと、うん、フィットとかもそうなんかな、もう真上にこう当たっちゃうから、うん、フェンダーにガスガス当たるんだよね。あ、逃げがないんだ。じゃあ逃げないんだね。だけまあそういうのも車種によって違うし、車高下げやすいやつ、上げや、あの下げにくいやつあるし、うん、やっぱそのフェンダーがない、最近のカローラ、カローラスポーツとか、うんうんうん、そのマツダのマツダ3とかも、うん、フェンダーのここのフェンダーがないというか、フェンダーの表はあるけど、うん、中側がない、中側のそうなんか変に当たる部分がないっけん車高断しやすいらしいよ。そうなんだ。めっちゃ脱線したけど。あやさんはやっぱり外装からいじる、それともエンジンとか走り落ちの吸気排気とか、うん、そっちをしたい、だし先にどっちやる、とりあえずは、うん、そのさ吸気とかエンジンの方が全く無知すぎるほどの無知だから、うん、多分とりあえずは外側のところを自分好みに変えるけど、そこも最初はモコペンを、まあ、普通乗りでね、街乗りの仕様で考えてて、うん、そしたらもう見た目だけも私好みのクラシックな感じに全部変えようと思ってたの、うん、まあ、内装とかも含めてね、うんうんうん、でもサーキットでコペンってたまに速いのめちゃめちゃ大事です、うん、おるおる。ってなったら外をさそんなに自分の好みに変えちゃうとさ、
まあ、バシバシ当たるし、うん、汚れちゃうし汚くなるしっていうのを考えたら、うん、まあ、外見はほどほど、うん、中をがっつりいじりたくなったけど、ガチだね、知識がさないもんで、うん、どうしたもんかとは思うけど、だから2台欲しくなった、うん、あー、わかる、うん、普通の、まあ、街乗り通勤用と、うん、あのサーキット用とかね、走る用のやつと結局なるね、もうダメだね、 それはこっち取るわまあでもそれを所有するか、それはまた別の話でね、難しいよ、ね、私もほなけん、あの最初はやっぱ外観から変えるとさ、うん、なんか満足感が高いよ、外観、高い、見た目で分かっちゃうからね、分かる分かる、うん、けん最初外観からやって、うん、一応理想の姿になった時に自分でちょっと走りで、うん、さ、でも鈍感やけん、うん、自分で走って気づける部品に変えたいなっていうふうには思った、うん、なんだろう、私も全く分からないで、中の方は、あ、そうなんだ、分からん分からん、けんそのエアクリを変えたところで自分体感ができんかったら、うん、なんか嫌だなと思うし、うん、数字に現れんかったらそれも嫌だなと思うから、やっぱ、うん、そうだね、なやっぱ満足したくない、満足した、その体感したいじゃん、体感したよ、ね、変わったな感が欲しいから、うんうん、例えば踏み込んだ時に、うん、このレスポンスの速さがいいとかになったら、うん、変わったなとか分かるけど、いまいち分かんない感じだったらそんなどうしようとか思うし、そういまいち分からん部品に30万とかかけるんよな、そうなんだよまあでもエンジンルーム開けた時に、うん、かっこいいってあるなるけどな、やっぱ買い取る人はちゃんとがっつりちゃんとトータルでやってる人はかっこいいんだよね、うんうん、そうだねとは思う、それは思うな、やっぱりほなきゃ分かりやすいマフラーから買いちゃったんだよな、ね、遅い車が出来上がったんだよなそうなの、そうなんだ、え、マフラーって最初に変えちゃうと、まあ、そういうこともあったりするの、遅くなっちゃったりとか、やっぱマフラー の、 そのトルク、うんうん、だったりとか、最初の低速時のそのトルク、うん、まあ、抜けがいい抜けが悪いとか、うん、マフラーって変わってくるけん、やっぱりあるんじゃない、そうか、それは、うん、そういうの、そのなんていうの、抜けがいいとかそういう情報も得ながら、それとも見た目重視でいったの、私は一応、うん、走りの方も機能性も考えながらやったよ、うん、ただ排気漏れしとるかしてないかって言われたらちょっと不安になるすごいなんかちょっとグレーゾーンな話やけど戦え、ね、大丈夫もう難しいよな、うん、その辺はこの部品とこの部品との兼ね合いとかも全然わかんないからさ、ね、答えによってさ相性いい悪いとかあったりするらしい、うん、そうなの、そうらしいよ、もうそんなん賭けじゃんね、分からん分からん、みんなどういう風にそうやって情報を得てさ自分で選んでどういう風にやってんのかちょっと教えてほしい、あとみんなはどこからカスタムするのか、これね結構前にコメントであったんだよ、うん、2人はどこからカスタムし始めますかみたいなのがあって、でそれを社長に聞いたの、こんなのコメントあったけど、うん、社長はどこからやるんですかって言ったら確かええやろって答えてたのかな、ちょっとその辺は分かんない、で私は足回りからやりたいって言ったら、うん、いや一番最後だよって言われたの、あ、そうなんや、そう、え、なんでですかって言ったら、もう足回りのそのホイールだったりっていうのは、うん、もう綺麗にバランスをとってトータルのところでつけた方が絶対かっこいいって言われて、確かにそう、エアロをつけてからじゃないと、うん、イメージが変わっちゃう、そう、大きさとかも、そうそう、ね、車高とかのあれもいろいろあるから、うん、まあそういう順番の人もおると思う、そうだからその時にのりちゃん入ってきて、うん、入ってきた結構最初の頃にカスタムってどっからすんのみたいな聞いたら、うん、足回りって言われてすっごいホッとしたよかったみたいな、痛い痛い痛いみたいなさ、私もその足回り最初した時に結構、うん、あの足回りは後の方がいいよみたいな、うん、例えばでも最初にホイールと車高調どっちつけるかみたいな話にもなって、うん、私は先にホイール入れてから車高を下げようと思って実際そうしたんやけど、うん、先に車高を下げてその車高に合ったホイールタイヤサイズを選んでっていう人もおったりして、うん、そうするとさすごく時間がかかる、うん、そうだよね、なんか待てないからさ、うん、そうそうそう、とりあえず変えたいみたいになると、そうそうそう、お金のできる範囲のあれで
今できるところで今すぐやりたいなると、うん、まあ後悔もあるのかなと。お金は余計にかかるよねって言われた。ああそうか、うん、何度手間にもなってしまうことがあるかもしれないのか。けど我慢できんかったよ、それ言われても。いや、とりあえずやるわみたいな、まあ、とりあえず下げるわみたいな。そうだよね、多分そっち派だと思う、もし私がいじり出したら。いや、いいの、今はとりあえずこれでいいのみたいな、うん、そうとりあえず満足したいんだね。そうとりあえずいじったっていう時間欲しいみたいになるから、うん、まあ難しいよね。まあ2人とも結局カスタムはしたいってなったけど、純正も、うん、まあどっちでもっていう言い方おかしいか、どっちもありっちゃありだよね。ありだよね。例えばこの君大門とっても一つは純正で一つはガッツリカスタムもありだもんね。まあそれはあるよね、うん、でも2台買うとなるとさ、同じの買うのかな。まだ話が広がるね、これはもう次の話しよう。また今度の機会にしよう。という感じで、またもうめちゃめちゃ脱線して元の話が分かんなくなったけど、今回も最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。